リーでこのリモンチェッロっていうお酒を買ってきました。これはイタリアでは一般的なレモンのお酒みたいなんですけど、お菓子にも結構使えるみたいなので、今日は私の大好きなマツコの知らない世界っていう番組があるんですけど、それで紹介されてたイチゴのティラミスを作ってみたいと思います。まずこのイチゴをリモンチェッロでつけていきます。ではいよいよこのリモンチェッロにつけていくんですけど、具体的な量が書いてなかったのでお好みでってことだと思うんですけど、どのくらい入れたらいいんだろう。あーすっごいいい匂い。お酒の匂いは全然しない。これでラップをして冷蔵庫で1時間寝かせます。楽しみ。卵黄蜜をよく泡立てます。お砂糖を加えます。じゃーん、これはマスカルポーネ、イタリアのイタリア産のマスカルポーネを買ってきたので、これを全部入れていきます。美しい。そしてこれまたイタリア産の先ほどのリモンチェッロ、これもまた適量入れてくださいって書いてあったんですけど、どのくらい入れようかな。これぐらい？そしたら今度はじゃーん、マリーと牛乳、この2つを、牛乳を、そしてリモンチェッロ。今日はこのガラスの器で作ってみたいと思います。先ほどリモンチェッロにつけておいたイチゴを並べていきます。おー、久々に見た。これをですね、このリモンチェッロと牛乳に浸して片面3秒ずつ浸して、あ、ジャストサイズ、そこにジャストサイズだ、よかった。それでこのイチゴを側面にくるように乗せたいんだけど、わかるかなこれ。すっごくね、いちごがいい香りです。レモンといちごの爽やかな香りが。
夜になりました。食べるのめちゃめちゃ楽しみにして一日を過ごしました。早速いただきます。おいしそう。全然甘くなくて、リモンチェッロがね、爽やかでとっても美味しい。私お酒のお菓子大好きだから、もっともっと入れてもよかったかも、リモンチェッロ。はい、というわけでとっても美味しいティラミスができました。今度はね、レモンと紅茶のティラミスも作ってみたいなと思ってるので、そっちも上手に作れるように頑張りたいと思います。それでは今日も子犬のうちに遊びに来てくれてありがとうございました。バイバーイ。